油断は禁物だ。何を作りたい？また来てくれよな。憎みってもらっちゃ困るぜ。確実に2人だけ助けるか、戦った全員助ける賭けに出るか。俺は行くぞ。一大事。そろそろ教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱ったところを他の巨人に食われるだけだ。つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや俺たち巨人が湧いてからずっと働き詰めじゃねえか。ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話は、その後でいい。ライナー。おい。てめえふざけてんのか。殺されてんなら普通にそう言え。は？何怒ってんだよエレン。俺が何かまずいこと言ったかなあベルトルさんよ。何か知ってんならいい加減黙ってないで何とかしてやれよ。ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。なんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊した奴が命がけで仲間を助けたりなんてな。おそらく本来は壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが本来の自分か分からなくなった。いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず、無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込むようになったんだ。結果心が分裂し、記憶の改ざん、話が噛み合わなくなることが多々あったって様子だな、ベルトルさんの呆れ顔を見るに。ふざけんじゃねえよ。お前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか、謝ってほしいのか、それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けてろ。そうだな、俺は頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず助からないってな。正直に言うがその通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだいライナー。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来か、選ぶのはお前だ。あれは深淵団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ、クリスタがそこまで来てる。連れ去るなら今だ。お前、連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。機会を待て。今じゃなきゃ嫌だ。今はあいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。お前らが今クリスタを連れて行かないのならここでお前らと戦って邪魔をする。言ってやろう。エレンはこの森のどこかにいるはず。早く探さなければ。邪魔な巨人がうようよいやがる。これじゃエレンを探すどころじゃねえ。ひとまず巨人の数を減らそう。そうすればエレンを探しやすくなるはずだ。ベルトルトも敵だったなんて信じらんねえ。奴らの口から直接聞くまでは。エレンが連れ去られてしまう。急がなければ。エレンがおとなしく連れ去られると思うか。いや、力の限り暴れまくるはずだ。大丈夫さ。さあ、巨人の数が多いな。無事でいろよ、エレン。ダイナ、デルトルド、どうしてこんな。僕も君を見習わないと。当然だ。クリスタ、やっぱり君は前線に出ない方が。何度も言ってるけど、それは無理。ユミルがさらわれたのに待っているなんてできない。完璧だろう。この叫び声、もしかしてユミルか。こんなところに。待ってください。こいつはユミルです。さらわれたユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。嘘、クリスタを食いやがった。クリスタまで連れ去られるわけにはいかねえ。追わねえぞ。我々も作戦を開始するぞ。まずは森林内の騎行士を撃破せよ。討伐対象は騎行士のみ、通常士は無視せよ。我々に残された時間はわずかだ。急げ。いきなり襲ってくるなんて。誰か奴の討伐に協力してくれ。先ほどの命令、何か狙いがあるようだ。何を企んでいる。こっちだ。当然だ。この騎行士、いきなり襲ってきやがった。誰か手伝ってくれ。相手する。倒せ。エルヴィンの野郎、騎行士だけを倒せとは一体どういうつもりだ。味わいな。言ってやろう。調子がいいようだな。あれ、ほらよ、本に返せ。味わいな。狙い通り、ほらよ。味わいな。倒さ当然だ。ありがとう。君のおかげでなんとか助かった。あんなの余裕さ。準備は整った。確保。巨人を引き連れたままでいい。私についてこい。やめろエレッ。甘えられるな。そりゃ無理があるぜベルトルト。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけないけど、誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだエルヴィン。巨人を引き連れてきやがった。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。総員突撃。あれはユミル。するなら先に殺さなくては。ありがとな。おかげで助かったぜ。働きだ。働きだ。当然だ。へましちまった。待ってミカさん、ユミルを殺さないで。それはユミル次第でしょ。私は邪魔する者を殺すだけ選んで。ユミルだってライナーたちに従わないと殺されるの。選択肢なんてないんだって。完璧だろ。彼女がユミルだ。道を阻むなら討伐するより他ないな。味わいな。ほらよ、味わいな。ほらよ。私が尊重できる命には限りがある。そしてその相手は6年前から決まっているので、私に情けを求めるのは間違っている。なぜなら今は心の余裕と時間がない。クリスタ、あなたはエレンとユミル、どっち？あなたも邪魔をするの。どうして今は時間がないんだ。やめてユミル、抵抗しないで。死んじゃう。動かないで。エレン、今行くから。やっとここまで来たんだ。故郷に帰るんだ。ベルトルト。二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って兄を置いていくの。兄なら今地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなくさまざまな拷問が。悪魔の末裔が根絶やしにしてる。